皆さん、お元気ですか？コケコ、極楽コケコッコです。今回の動画は、真っ赤ネズミの攻略法です。コケコ、お楽しみください。コケコ。まずは、真っ赤ネズミの探し方です。コケコ。真っ赤ネズミは、野生では出現せず、ポケモンを交換する、というフィールドリサーチの報酬として、ゲットできます。コケコ。フレンドとの情報交換や、ポケマップの活用により、ポケモンを交換する、フィードリサーチのポケストップを特定しましょう。コケコ。続いて、飴をたくさんゲットする方法です。コケコ。今回のイベント期間中は飴が2倍、ファイルの実を使ってさらに2倍、1匹ゲットするごとに飴を12個ゲットできます。コケコ。さらにピジョットやガルーラ等のノーマルタイプのポケモンをメガ進化させると、メガレベルに応じて追加で飴がもらえます。コケコ。実況動画で1匹捕獲して飴を14個ゲットするシーンをご覧ください。コケコ。これから大親友とポケモン交換します。コケコ。大親友からブルガリア産のニャースが届きました。コケコ。1回のポケモン交換で真っ赤ネズミのフィールドリサーチを2つ達成しました。コケコ。いよいよ真っ赤ネズミをゲットします。コケコ。ゲットしました。コケコ。初日の収穫は4匹、ゲットした飴の数は52個でした。コケコ。近日中に進化させますので、お楽しみに。コケコ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コケコ。よろしければ高評価とチャンネル登録、皆さんのこだわりをコメント欄にご記入お願いします。コケコ。